それは謎、それが謎、つかめないもの。それは謎、それが謎、つかめないもの。それは謎。直訳ロックの王様と、オンラインでつながっております。王様、お元気ですか？どうも、聞こえてますか？聞こえてますよ。聞こえてますか？王様です。王様、まあ、いろんなアーティストが、まあ、ライブをできない状況で苦しい中、王様ってめちゃめちゃアクティブでしたね。はい、めちゃめちゃアクティブに配信ライブなんかをやってた。はい、土日は、うん、土曜日、日曜日、祝日は、はい、何らかの形でね、はい、一応自分ではツイキャスというシステムがございまして、はい、そのツイキャスというシステムを使って、一応有料配信ライブを、まあ、週末はぶちかましてると。ぶちかましてると。ぶちかましてると。僕は様のこと尊敬してるんですけどね、もう楽しいライブ。でも数がもう半端なく全国つつうらうら回るじゃないですか。もうね、それがもうね、全国各地に行けないのが今ちょっとね。今はね。全くなんか調子出ないって感じですけど、でもまあね。動き続けるのが王様で、その間もやっぱずっともうやってたと。で、もう直訳ロックで懐かしいナンバー、そして、もうギターの腕前がもう最高。これちょっとリスナーに伝えたいですね。リスナーに。はい。はい。そんな王様がですね、ぼちぼちと一緒に空気を味わえる状況になってきたのかなっていうのは、これ僕ちょっと。そうですね。まぁ、ちょっと、東京はまだなんかね。はい。20人出たとか30人出たとかね、はい、そういうのがまだちょっとこうしぶとく続いてるんでございますけども、はい、もう関西方面がね割とずっと0人続いてるし、はい、また大阪の方のフッチーさんがね、はい、なんかライブハウスにはこういうことを注意して、少しずつ開催していいですよ、みたいなね。はい。この独自のこの、なんていうんですか？はい。ね、発表したじゃないですか。ね。はい。東京のなんとかさんと違って。はい。積極的にこの、ルールみたいなものをね。はい。そんなのも含めて、7月の3、4、5と、週末に、ちょっと大阪なんですけどもね。はい。初めて、報道以来、初めて、ちょっと、移動しちゃおうかな、って。これね、僕、今、この何ヶ月間か、いろんなアーティストの方です、はい、のステイホームいうことで出てもらってたんですが、はい、久々の、ライブ告知でございますよ、王様。この状態が、はい、続けば、さらにこう、東京もね、はい、もう、数えるほどとか、まあ、できれば0人とね。はい。そうすると、こう、東京から俺が行っても、まあ、あんまりね、嫌がられないですからね。いやーねー、なんとかね、王様の明るいユーモアと、それから音楽性と、ね、もうそれから全国つつうらうら回るこのバイタリティで、そうですね、ぶっ飛ばしていただきたいと僕は思うのです、ね、配信ライブでもまあまあそのニュアンスとかね、はい、伝わりますけど、やっぱり生でないとなんかちょっとこのね、はい、この変な話、空気感というかね、はい、なんかその王様と同じ、みんなが同じこの空間でね、はい、っていうのと、やはりこの配信ではね、はい、ちょっと一味違うっていうね、ファンの人たちがやっぱり、はい、やっぱり
間近で見たいっていうふうにね言ってくれてるんで、それをとうとうこのまま行けば、はい、3日に、はい、大阪の、桃谷っていうところがありましてね、はい、そこのハランベっていう唐揚げバーがございましてね、はい、その唐揚げバーでこの、まあ、割とこうお客さんとお客さんのね、はい、まあまあ間隔を空けながら、ね、はい、まあ、注意は必要ですからね、あとマスクをできればね、はい、飲み食いしてないときはマスクをしていただいて、はい、王様からこう唾がかからないようにしていただくと、はい、であと4日の土曜日が、7月4日の土曜日が、はい、大阪の方なんですけど、西天まで、あ西天満、はい、天満、エディさんの店っていう、まあ、はい、セッションバーがあるんですけどね、はい、エディさんの店で、まあ、ちょっとこの、まあ、毎年恒例なんですけどもね、王様の誕生日が7月7日、はい、七夕で還暦に今年はなるんでございますよ、ね、いや全然見えない、で、で今ちょっと家来に還暦の衣装を作らせてるんですけど、まあ赤いのつけてますけどね、まああんま変わんないんですけどね一応ちゃんちゃんこタイプのやつを今作ってるんです、はい、作ってもらってるんですけども、はい、まあ、そういうのを着て7月4日は一応還暦お祝いライブというのをね、はい、ほどほどの人数で、はい、まあでもそこも25、6人しか入れないところなんで、はい、まあ20人弱ぐらいのね、はい、ちょっとこう毎年ファンの人、関西のファンの人が、はい、ケーキをね、はい、用意してくれたりなんかします。盛り上がるライブなんで一応まあぎゅうぎゅう詰めじゃなくして、まあちょっと開催できればなと思ってまして、それが4日の土曜日で、で最後の7月の5日の日曜日に関しましては、はい、大阪から配信ライブをやねん、はい、打ちかますということで、はい、トリオバンド編成で、はい、大阪の僕の気に入ってるドラムとベースのリズム隊家来を呼びましてね、はい、まあ、東京には東京の今は配信ライブリズム隊でね、ディープパープルやったりチェッペリンだけやったりとかね、いろいろやってるんですけども、初のこの大阪で自分の気に入ってるドラムとリズムベースのリズム隊を連れて、はい、大阪から有料配信ライブを、はい、これは南堀江にあるネイブっていうライブハウスを借りるんですけどね、はい、その、まあ、東京でも大阪でもそういうちょこちょここう配信ライブをねできるように、はい、カメラを4台ぐらい設置してね、はい、こう固定やって一人がこうガーッと王様によってガーッとさっていうカメラ切り替えたりとかっていうのをだいぶやり始めてるところがあるんでね、はい、で大阪でもそのネイブというライブハウスが最近頑張ってやってますというんで、はい、7月の5日は有料無観客配信ライブ、はい、いや楽しい王様のライブね、ぜひ多くの人に味わっていただきたいと思います。で王様のこのライブ告知、はい、久々にできたの僕嬉しいわ。ありがとうございますね。はい、詳しくね、情報を知りになりたい方は王様のホームページから、ね、もう王様ってこう入れたら一番に出てきますんでね。あのね、先ほど言いましたように、その配信ライブはツイキャスっていうシステムを使いますんでね、はい、まあ、ツイキャスっていうこのサイトに行って、はい、直訳ロックっていうキーワードを入れて、はい、検索するともう私しかいませんから、はい、洋楽好きとかロック好きとか、はい、ギター大好きとかっていうギターとかって選ぶと、まあ、結構たくさん人が出てきちゃってね、はい、俺が王様のページが捕まらないんで、はい、直訳ロックってやるとこう王様のページが見つかって、はい、でそこからか、まあ、まだ、人のいるところにね行くのがちょっと怖いとか、はい、まあ、自分はいいけど、おじいちゃんやおばあちゃんがいるんでね、はい、自分は映れないんで、自分はこうあんまりね、
ライブハウスとかにまだ行けないんですとかっていう人は、はい、いつかの配信ライブを見ていただくと。はい。ぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、詳しくは、あの、王様のホームページでチェックしていただきたいと思います。王様どうもありがとうございました。どうも、見に来てねー。